江ノ電バス、横浜営業所の外観に江ノ電バス、横浜営業所とは、神奈川県横浜市港南区上尾岡西3-221にある、江ノ電バスの営業所。2007年12月1日に、江ノ島電鉄自動車部から分離し外車化された。横浜市港南区、磯国が主な営業エリアで、同市栄区や鎌倉市へ乗り入れる路線もある。 横浜市南部の丘陵地帯に建設された団地、住宅地へ向かう路線が多い。近年はこれまでバスが入れなかった、京愛路を通るミニバス路線が運行されている。各路線の系統番号は2019年12月1日に導入された。調校方式は、前乗り中折、運賃先払いで、均一運賃区域内を運行する路線が多いが、大船。 鎌倉方面への路線は待機路線運賃となる区間があるため行き先申告方式となっている。船0後系統は A21 系統の上大岡駅側の区間便に当たる。鎌倉営業所との共感であるが横浜営業所担当便の比率が高い。ほとんどの区間で鎌倉街道を走行する。A21 系統は1日数本のみ運行。 運行のない時間帯は、上大岡駅大船駅間の各路線や大船駅鎌倉駅線の運行によって保管している。正月ダイヤ人は、鎌倉駅周辺の交通規制に合わせて、鎌倉八幡宮前までの運行となる。上大岡駅大船駅間は、 神奈川中央交通横浜営業所が運行する船例後、船20系統と同一区間を運行するが、共通定期券、回数券の取り扱いはない。バス停の時刻表も1枚にまとめて掲示されておらず、江ノ電バスと神奈川中央交通の時刻表が個別に掲示されている。両者合わせて、毎時6本程度の運行である。かつては、大船駅天神橋の区間運転も、 存在していたが、現在では、栄警察署前駅となり、鎌倉営業所の担当となっている。上大岡駅から笹下かまり屋道路を南下して、磯国南部にある磯五台団地、上中里団地へ向かう路線。ほとんどの便が循環で、上大岡駅発着となるが、注釈に記した通り屋間は、上大岡駅に戻らず磯五台団地、 上中里団地周辺のバス停で終点となる便が存在する。磯子駅発着の路線は磯子駅機を朝の数本のみ運行する。内越磯子工業高校前は廃止された屏風川浦線の経路となる。路線名は磯子区内の一人沢町に由来。栗木線には横浜駅発着便が存在していたが、2019年12月16日に、 廃止された。上大岡駅と陽光台駅を結ぶ路線。日野公園墓地入り口経由便については平日早朝1便のみ運行されており、袋の運行はない。以前は袋便もあったが、乗降客の減少に伴い2008年7月27日をもって廃止された。また、この路線は、上大岡駅から陽光台駅、日野団地入り口、 陽光台第三小学校前を経由して、上大岡駅へ戻る循環路線だったが、2008年7月27日に行われた路線再編により、全便が西公園経由陽光台駅行きとなり、陽光台5丁目、日の団地入り口、陽光台第三小学校前を経由する路線は廃止された。上記の陽光台線と同様、上大岡駅と、 陽光台駅を結ぶ路線だが、こちらは境愛道路が多い住宅地を通り抜ける。そのため、ミニバスのポンチョで運行される。夕方には、乗客の多い桜堂坂上周辺の輸送力増強のために、上大岡駅から増式までの区間便が運行。増式到着後は道路を直進しささしも、カマリア道路経由で、上大岡駅あるいは車庫へ回送される。 この改装ルートは4月の桜祭り開催時に、関の元引く桜道、坂上増式館が通行できない、際の代替ルートとしても使用される。夜間のよう光大駅発増式行きは出入小便で、あり、増式では専用のバス停で客を降ろしてから、交差点を右折、笹島カマり屋道路経由で、改装入庫する。平日朝、 陽光台駅方面一本のみ運行。東営業所の中で最も新しい路線。陽光台と磯子を結ぶ路線で、走行区間の大半が境愛道路の多い住宅地を通り抜け、比較的鉄道駅へ距離のある地区を結ぶ路線であるため、終日利用者は多く、コミュニティバス的な性質も持っている。なお、ミニバスのポンチョで運行される。 2005年11月12日に運行を開始した路線。鎌倉営業所との共感路線で、大半の便を鎌倉営業所が担当するものの一部の便は横浜営業所が担当する。その名の通り大学関連輸送がメインであり、学校の行事や休日によってダイヤが異なってくるが、おおむね平日日中は1時間に6本の間隔と休日は、 終日1時間に4本の間隔で運行されている。また、平日の14時から18時までの間、戸塚駅方面に急行バスが運行しており、明治学院大学難問、明治学院大学生門、戸塚駅にのみ停車する。この間、急行バスの通過バス停では1時間に4本の間隔になる。 2013年2月12日に一部の便が平島まで延伸されたが、平島発着便についてはすべて鎌倉営業所が担当する。横浜営業所の車両所属車両の車番は頭が3番台の3桁表記である。かつては藤沢営業所とともに日産ディーゼル製が主力で、基本的には長弱車が導入されていた。一時期サイズダウンした時期もあったが、 近年では、大型幅9メートル車や、中型幅長弱車が製造されなくなったことと、混雑時の収容力に難があることから再び、大型車の増備に切り替わり、ノンステップバスの導入も行われている。最近では、三菱不走製の OEM 供給車である、スペースランナー A が1台配置され、2013年には、三菱不走純正のエアロスターが、 横浜営業所発となる中扉4枚、折と装備で導入された。2011年の UD トラックスのバス、事業撤退後の大型車は、湘南営業所と異なり三菱不走のみの導入となっており、2015年よりエアロスターノンステップバスを導入している。桜道線、三井団地線用の小型車は、日のポンチョである。ただし、 神奈川中央交通運行便と同一経路で運行される船0後系統に限り、同日以前からすでに導入されていた。大船駅で乗り継ぐ場合、東口バスターミナルと東口交通広場との間を徒歩で移動する必要がある。神奈川中央交通の船20系統は、桜木町駅上大岡駅大船駅の路線。夜間に運行される一部の便は、 磯五大団地の二つ先の、一人沢公園か泊まり。AB 夜間に運行される一部の便は、常中里団地の一つ先の、沢の里小学校前泊まり。328号車は、江ノ電バス発の白色 LED 車。300.301329号車は、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート車である。AB、系統番号の導入について、 江ノ島電鉄2019年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年12月8日閲覧 ABC 一部系統の廃止を伴うダイヤ改正の実施について江ノ島電鉄2019年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年12月8日閲覧 abcdfghijklmnopqrstu e 系統番号の設定について。エノデンバス。2019年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月8日閲覧。ありがとうございます。